大変だー、いや本当大変でしたね。今日102回天皇杯決勝戦、甲府対広島というところでね、120分戦って1対1、そして PK 戦で、見事5対4で、見事バンフォーレコールが発表しよう。おめでとうございます。いや甲府の皆さんね、本当に良かったなと思います。本当にこう内容が非常に濃い試合で、あ本当に甲府の皆さんね、J2 ながら本当にね、鳥栖、札幌ね、鹿島であって福岡倒して決勝行って、最後、調子のいい広島を抑えてのこれ優勝、良かったですね。もう決勝見て分かりました、甲府ね、天皇杯1試合1試合ね、本当にハードワークしていたというところで、ね、本当に伝わってきましたしね、あのベテランの山本選手もね、非常にいい活躍していると思います。ただあの広島もですね、PK アウトミスター選手、そして川村選手もう泣いてましたけども、ね、もうそんなね、あんまりね、このあんまり引き続き頑張ってほしいね。今シーズン活躍良かったですしね、残り試合ありますしね、来年以降も広島の未来を背負う選手ですから応援していきたいと思います。質問はコメント欄でお願いします。